ました。すごい、まだ熱が抜けきってないというか、もう余韻ひたひたです。皆さん、いや本当最前にいるファンの方、私のファンの方いっぱいいてめっちゃ嬉しかった。私今めっちゃカメコ STU とかリコチメールとか見てて、もうどれもいい写真ばっかりで、あ、この髪型見つけてくださいました、めっちゃいい写真ばっかりで、めっちゃ良きでした本当に。すごい、もうカメコ STU ばっか見てます。あ、すみちゃんお疲れ、ありがとう。くどやんお疲れ、ありがとう。そう、本当に皆さんありがとうございました。3周年コンサートありがとう。本当に MC も良かったです。優しい、褒め上手やな。いやーん、いやーん、みゃーん。もうね、ずっと見てるカメコ STU。 ひゃー、ユニット写真が、私のカメコ、私のカメコさん天才だと思って。やっちゃんレインボースターありがとう。おへそさんお疲れ、ありがとう。おへそさん結婚して、はぁ、カミリアケイさんかわいい、ありがとう。センスエロさんかぼちゃありがとう。やっちゃん目玉コウモリありがとう。つのさんバラありがとう。あ、アフタートークまで全部よかったって、ありがとうございます。マジでよかった。リコチめっちゃ表情よかった。ありがとう、嬉しい。やっちゃんありがとう。パンプキン、りょうたくんお疲れ、ありがとう。カミリアケイさん目玉コウモリありがとう。皆さん本当にありがとうございます。秘密です。リコちゃんのパフォーマンス体全体で表現してて小さいけど大きく見えた、嬉しい、ありがとう。ひまわり29さんありがとう。アフタートーク見てくださったんですね。イチャイチャしてました。カミリアケイさんパンプキンありがとう。キリギリシン最高すぎました、惚れました、嬉しい、ありがとう。あ、加藤さんお疲れ、ありがとう。ヘローヘロー、え、今まだすごい公演の熱が、勝負ヘアで行きました。髪型かわいい、よかった。私最初すごい直してもらった髪型なんですよ。すごいよかった、髪型はすごいこだわりました。これはこだわんないと負けだと思って、そう最初はなんかすごいボサボサしてたんです、可愛く撮ってもらいたいしと思ってしてもらった、可愛くしてもらった。ひゃー、今日の写真たくさん、めっちゃみんなさ、カメコ天才、私写真いっぱい使うね、めっちゃ嬉しいんだけど、めっちゃ嬉しいんだけど、本当に天才か、本当に天才じゃねえか。工藤理子は一通り全部見てます。カメコ STU もみんなの写真も全部見てる。生のステージどうですか、うわ、この美穂天才じゃん。とか本当にカメコさんが有能すぎてやばい。うわー、みんな今日はちょっと語ろう、はこの美穂天才、うわー本当に楽しかったな、いや本当に楽しかったよ、ありがとうございました。公演見に来てくださってありがとう。髪型かわいい、はぴゃちゃん、ぴゃちゃんには人タッチすらさせませんからね。髪型かわいいって嬉しい。カメコさん、はい。
ダイエットめっちゃ頑張りました。やっちゃんありがとう。目玉コウモリ、ハリーさんお疲れ、ありがとう。カメコさん天才、ありがとう。IKKOさん目玉コウモリありがとう。マッキーさんありがとう。焼き芋お見送り、鼻血出た、嘘。いやティッシュティッシュカメリアケイさん焼き芋ありがとう。いやー本当に何から話したら話せばいいんでしょうね。何から話せばよいのでしょう。私はただただ本当にやり残したことはないかいって感じ。本当にやり残したことゼロって感じで、達成感でしかない。本当に今日一日を通して本当に、いやー本当に達成感ですね。あのダンスももちろんそうなんですけど、納得のいく自分の姿でステージに立てたのもすごい嬉しく、もう伝えられたんじゃないかなって、すごいいいライブにできたなって思います。なべさんありがとう。いや本当にありがとうございます。めっちゃ綺麗だった。なぜそんなに完璧ですかって優しい、本当に。ステージの上のリコチ最高でしたかひゃー、いやいや、リコチの笑顔輝いてた。ファンとしてもっと頑張らなきゃ。いやみんながすごい支えてくださるので、本当にいつも感謝、これからも感謝です。のぼるくんお疲れ、ありがとう。みんなやっちゃんありがとう。目玉コウモリ今日もすごい元気に頑張りました。本当にいや楽しかった。3周年コンサートお疲れ様だよ、ありがとう。ジュナラボさん結婚して、はぁ、あ、ペアシュブンちゃんありがとう、ありがとうありがとね。かわいい、嬉しい。本当にありがとう。いや私もみんなに出会えて幸せ、本当にありがとう。ライブ見てますますリコチが好きになった、ありがとう。いや嬉しいよその言葉。わあログさんめっちゃかわいい、ありがとうありがとうありがとう。千歳ちゃんも頑張った、ありがとう。千歳ちゃんも頑張った、本当にありがとう、ありがとうね。本当に腕休めてありがとう。のりみおさんレインボースターありがとう。リコチこんばんは、今日初めて現地で見たけどリコチ最高すぎた、ありがとうね。リコチこんばんは、今日初めて、あ2回目、 Y 字バランスそう決まってました、ありがとう。本当にリコちゃんの可愛い写真たくさん撮れた、嬉しい。ぜひ送って、あのリコチメール、工藤、ハッシュタグ工藤リコで見てる。天才カメ子がおる、本当に天才カメ子だ。 Wi-Fi がうん、遅えな私。こっちに帰よう。あ、ごめんなさい、喉が。耳はもう大丈夫なんかな。そう、ご飯食べて治りました。そう、ありがとう。そう、本当に命がけで私はこのコンサートに臨んだんですよ。命がけでしたよみんな。うわっ、私こういう写真大好き、ありがとう。天才、いや亀子さんみんな天才いや本当に待って、天才や。いや 3R 天才。そう、キリギリス人 3R でできたのがめっちゃ嬉しかったな。あと私石田みなみさんの衣装入ったのがすごい私は嬉しかったです。そう、実は私石田みなみさんの衣装を着ていたんですよそれがすごい、あの自分自身入ったのも嬉しいんですけど、ヒンさんの衣装、ヒンさんのポジション、ヒンさんの衣装着れたのがすごい嬉しかった。
千歳ちゃん結婚して、はぁ、それに決まってんじゃん。嘘です、でーん。すいません。はぁ、ヨタくんありがとう、ありがとう、ありがとう、本当にありがとう。鼻血出るわ、こっちとら。リコちゃん顔だけじゃなく、顔もお声もいい、よかった。 Y 字バランス、え、最後のあれとは。そう、お弁当は2個もらいました。まだ食べてない、結構お腹空いてる。そう、ヒンさんの衣装入ったんです。いや、ほんとヒンさんの衣装ちっちゃすぎよ、本当に入ったんです。そう、あの、よかった、本当に。そう、大好きな人でうるうるしちゃった。そう、ヒンさんの衣装入った。え、ももちゃんぐらい細くなってた？それはめっちゃ嬉しい。いや、結構本当にこのコンサートに向けて、あの、5周年コンサート、あの ST48 の5周年コンサートからまたすごい頑張ったな。いや、頑張ったな。なんかこうやってさ、なんか頑張ったことをさ、言うのってさ、あんまりさ、なんかかっこよくないじゃん。けどちょっとこれだけは本当に声を大にして言いたいし、私マリーナさんの衣装も着てた。あのマリーナさんですよ、入れてよかった。全部マリーナさんの衣装でした。やっちゃんハートありがとう。カメリアケイさんいいね、ありがとう。そうなんですよ、実はみなみさんの衣装、そうなんです。あ、武蔵、武蔵食べました。これで現職です。いやー、頑張りました、本当に。絞れててびっくりした、ありがとう、見てくれて。やっちゃんハートありがとう。リコチスタイルめっちゃ良かった、惚れた、嬉しい。でも本当になんか死にかけながら本当に頑張ったのでみんなに褒めてもらえて嬉しいです。昨日みほりのリコチビグクだって褒めてたので、思わずみほりちゃん見とれちゃったって嬉しいです。ありがとう、ありがとう。ちょっとこれはもう自慢ですね。そうなんです。ケンタッキーさんありがとう。かぼちゃ、うわ、すごい、ハリーさん頑張った、ありがとう。いやー、ありがとう。でも本当にあのハリーさんも頑張った、頑張ったわ、頑張ったわ、ありがとう。いや、ハリーさんも頑張った。カメコいっぱい私の撮ってくれてありがとう。専属カメラマン天才。ありがとう、本当に。ハリーさんタワーのお礼します。私7人のおバカさんにもできてないので、ちょっとタワーのお礼って書いとこう。あの DMM で見てくださった方も本当にありがとうございます。 DMM でね、見てくれて本当にありがとう。ハリーさん7人のおバカさん頑張ったわ、ありがとう。そう、なんとミーヒンさんの衣装でも、もちろんあの、に衣装に肉が張り付いてる感はありますよ、そりゃ。だってあのヒンさんなんだもん。あのヒンさんが入ったのはすごい私的には嬉しかった。ひゃー、ひゃあ、ひゃあ、カメコさんの写真が天才かもしれん。え、カメコさん天才。え、カメコさんのみんなの写真が天才だわ。いや、天才だわね。いや、天才だね。ちょっと私余韻がすごすぎてずっとカメコ STU 見てる。みんな本当に
ありがとう。いやちょっと本当にみんなのツイートいいねしたいレベル、そして今メンバーのツイートもいいねしてる。あみんなありがとう、出会ってくれてありがとう。あ、ごめんなさい。あのさ、天才カメラマンさんよ、本当に天才か、天才だな、天才じゃんね。天才じゃん。ああ、いい写真いっぱいあげてください。そうね、あの私知らなかったんですけど、先輩方とか研究生ちゃんとかすごいあの見に来てくださってたらしく、すごい嬉しかった。負けないくらい頑張れた。嘘、かまこまかさん本当にありがとうね。はるるんさん焼き芋ありがとう。みゃんこ先生目玉コウモリありがとう。いやちょっと余韻、余韻です。私はもう余韻に浸ってます。目がちょっと赤いの分かります？多分紫の衣装着てる時はめっちゃ目赤いと思います。そこのところはちょっとよろしくお願いします。全然亀子さんは全然目赤くても上げていいですよ。半目じゃない限りどうぞ。二重顎じゃない限りどうぞって感じの、すごいありがたい写真撮ってくださって、亀子さんの写真ねめっちゃ私あのあれしてる、入れてる。ほら亀子さんの写真、これ全部天才、天才カメラマン、天才カメラマンだな、天才カメラマンだろう、戦場カメラマン、天才カメラマンの皆さんありがとう。そうさ俺たちはキリギリス人、ちゃっちゃちゃっちゃちゃっちゃ。私この写真めっちゃ好きです。じゃーん、かなんかかっこいい。これはちょっとお気に入り、ツイートする。この写真も好きです。へへへ、ポーユーさんありがとう。花束ありがとうね。亀子写真、亀子さんの写真最高。そんな冷静でどうするんだ、もっともっとバカ騒ぎして夢でも見ようぜ、人生は短いよ、若いのは今だけさ、俺たちのピークは今夜だろう。いや、いい写真ばっかり、ほんと。いやーほんと、私みほとの写真とかめっちゃ好き。すいません、喉が。そうさ俺たちはキリギリス人。フェイスラインがすごい綺麗に写真撮っていただけて、私はもう大光栄です。そういえばシェーディング塗ってなかったって後悔してたんですけど、皆さんうまい、うまく写真撮ってくださって、天才かと思いました。え、天才かな、天才かな。また新しく追加追加追加。
天才じゃん。めっちゃカメ子写真めっちゃ私今見てるよ。天才じゃん。ここはかっこよく撮ってもらいたいなってとこが撮ってもらえてて嬉しい。あはるるんさん目玉コウモリありがとう。そうめっちゃめっちゃさあのこうやってあのめっちゃよく写真撮ってくれてめっちゃ嬉しい。はるるんさんありがとう。ありがとう目玉コウモリ。いや本当にすごいいい写真をめっちゃ努力してよかったと思いました。カメ子さんに私人生かけてたんですよ。カメ子さんに可愛く撮ってもらうために本当もう人生かけてちょっと頑張ったんです。だからすごい嬉しい。本当に嬉しい。ちょっと頑張ってよかったなって思います。うん、何から話しましょう。メールもかけてなかった。うん、ちょっと私ね眠りかも。眠りの季節。私あの何から話そう。まずはあれがエモいですね。瀬戸利がエモかった。私たちがオーディションの頃、オーディション募集中の頃発売されたあの大好きな人から、先輩が大好きな人の服を着て衣装を着て、今日目がキラキラな秘密。あーじゃあ待って、じゃあそれから話そう。目がキラキラな秘密はあの昨日とかに紹介した目の上にキラキラこうやってするラメを塗ったよ。ラメ塗った。あでもキラキラするしてました。そりゃみんながいっぱい照らしてくれるからだよ。カミリアケイさんお疲れありがとう。そうみんながいっぱい輝いてるからだよ。でも目はずっと生きてた。もう朝から晩まで生きてた。リコチがさらに可愛くて嬉しかった。やったーやったー。ラメ塗ったよ。ありがとうございました。見に来てくださって嬉しい。やっちゃんハートありがとう。オープニング私も大好きな人でちょっとうるっときたところはあります。何が一番やばかったかって、リセットで STM で2期生いくぞ。あーこれがねよかった。これがねすごい私的にはよかったです。やっちゃんハートありがとう。ありがとうございます。ねむねむです。ちょっと余韻で寝れない。最高。私はもう眠い。なんか達成感があります。私たちレッスン5日ぐらいしかなくて5日間で頑張ったんですよ。質のところを言うと、そうめちゃめちゃギリギリになりながらも頑張りました。ミヤティさんありがとう。目玉コーヒーギリギリの中すごい頑張りましたね。そういろいろ話したいことあるんですけど、ちょっとその話はまた話します。いやーそしてシロさんありがとう。焼き芋ありがとうございます。ありがとうございます。
し会でも話そう。あの瀬戸利がすごいエモい、わかりますか？私たち STU4、 私たちが STU48 にあのオーディションを受けた頃の大好きな人の曲から始まり、そしてはい加入し、無謀な夢は覚めることがないが加入して初めての先輩方の曲で、わーい、亀子さんの写真でいっぱいなの TL 最高じゃねえかで、それで僕の太陽公演と先輩方の僕たちの恋の予感公演のユニット曲をシャッフルでさせていただき、私は 3R で 3R であのキリギリス人でした。 3R でできたのすごい嬉しかった。なぜかというと 3R は結構なんか非公式ユニットだったんですよ。なんか公式に認められてないユニットで、あのアピールが足らなかったんですよね。でも今回あの誰どの運営さん、すごい運営さんがあの 3R を知ってくださってて、それがすごい嬉しかった。そして 3R ってキリギリス人にマジですっごいぴったりだなと思って、もちろんあのノースリーブスさんもあのニャーポポさんも最高ですけど、 3R にもすごい合ってるユニットだなと思って、それを3人でできて今日から公式になったんですよ。そう、それがすごい嬉しかったです。人生方向音痴さんありがとう。はじけるお化けはじけお化け、はじけお化け、ハリレンさんいいねありがとう。人生方向音痴さん、はじけ骸骨もありがとうありがとう。公式になりました。このユニット決定した人は天才。それな、それな、そう、 3R はほんといいいいあのユニットですよ。すごいキャラがみんな濃いんですそうなんです。いや達成感でしかありませんね。そう、すごいね、悩むこともあったんですけど、いやキリギリス人よかった。衣装似合ってた、嬉しい。衣装はあのすごい、私あの他の2人はあのスカートなんですけど、私だけ短パン、私すごい短パン好きなので短パン着れてよかったし、あの多分ん2周年とかのんあの1年前の私、数ヶ月前の私と、ん半年前の私とかは絶対絶対着こなせなかったというか入ってなかったと思うんですね。でもすごいなんかこの1年ですごい成長して、なんか衣装も似合う女になれたのがよかったそう、高崎彩子にも私入れるの受けるよね短パン良かったですよね、ありがとう。しかもなんか私結構すごいあの石田みなみさん、すごい私尊敬している先輩だから知ってると思うけど、だからヒンさんの衣装が着れて嬉しかったし、ヒンさんと同じポジションなのもすごい嬉しいし、もちろんあの本家では峯岸さんのポジションで、私本当にあの僕の太陽公演のポジションも峯岸さんのポジションだったんですけど、峯岸みなみさんのそのすごい尊敬しているので、あのこう巡り巡ってまた峯岸さんのポジションをできたのも嬉しかったし、ヒンさんのポジションで踊れたのすごい嬉しかったです。でヒンさんの衣装ですごい嬉しかった、本当に。ハッチさんありがとう。今日完璧すぎて携帯今 1% 切れちゃう。お疲れ様、おやすみなさい。
3R は3と R で 3R です、うん、そう。でもすごいたくさんいいね、本当になんかいいユニットばかりだけど、いやー本当に 3R を皆さんに見てもらえたのがすごい嬉しかったです。なんか私は結構かっこいい曲をするのがあの夢だったので、だから今回あのよかった、本当に嬉しかった。そうそうなんよ、 4R っていう切りかないよ実は。リカさんが入るとリンコリコリネリカ、そう 4R なんですそうなの、実はリカさんもいます。そうなんですよ。そしてしんいちさんでもありがとう。すごい、私白い衣装かわいいって思った。ブーツもいやこけなくてよかったへへぴゃちゃん今配信してるのかな。いやでも本当に何でしょうね、3年間のありがとうの気持ちを皆さんに伝えられてほしいなと、でも伝えられたらなと、すごい私は心の底から思っているけど、皆さんに伝わってますか。寝ながらすいません、もう疲れててからリセット、リコチとは、ああ本当にねやめてくださいでそれでリセットとかもできたのすごい嬉しかった。リセットは本当に光栄でした。そしてな夏の瀬戸内ツアー小学への道でやってた曲とかも久々にできたのすごい嬉しかったし、本当に世界はどこまで青空なのかもすごい好きな曲なのでできてよかった。ゆっくり休むありがとう、わわわあ、大久野島、そしてそしてそしてお重こいから独り言を初めて私ポジションに入れて嬉しい、笑顔になれてよかった、初めてポジションに入れて嬉しい、ヘタレたちよ花は誰のもの、いやーいいですね、できたのよかったな。独り言はすごい苦戦しましたね個人的に、トラブルがあって本番中その48グループ曲をのブロックで私は目に汗が大量に入って目が真っ赤っかになっちゃいまして、それでコンタクトを取り、まずはコンタクトを取り目薬をさし、目が真っ赤っかな状態めっちゃ痛いんですよ。でもまたコンタクトを入れステージに出ました。あ、それは全然問題なしです、痛くなかったもん。そしそれからでもすごい真っ赤っかだったから、カメ子さんとかすごいリコチ目赤いなって気になってるかもしれないから、そういう汗が入って大変でした。そうなんでだろうね、汗がすごい入ったんですよ。そうニコチの魅力小日美夫さんありがとう、猫ちゃん弾けてるやつありがとう。そうだからすごいそれがちょっと辛かった、一つ心残り、でも頑張ってる証拠
汗をかいて頑張ってる証拠だから、そうだからこれに関してはあの、うん、自分を褒めたいって感じですね。で、あの、のですね、独り言はすごいダンス苦戦して、あの、私ポジションに入ったことがなくて、ずっと、うん、言い方は悪いけどバックダンサー、アンダーとしバックダンサーだったんですね。だから今回は沖さんのポジションに入れて、そう、何かと沖さんにすごい私は縁があるというか、ヘタレたちよも花だれも沖さんのポジションで、すごい沖さんのポジションできたのが嬉しくて、それを真っ先に嬉しくて沖さんに表情あ報告したんですよ。そしたら沖さんもなんか分からないところがあったらみたいな、教えるからねって。で、歌割りのあの、家へ帰ろうって思うのところは自分のあの名前のイニシャルの頭文字を書くんだよって教えてくださって、かっこいい、知らなかったことだったから、そう、すごい大きさにそれを教えていただけたの、すごいかっこよ、かっこええ沖さんってすごい優しいってなりました。で、なんかあの独り言はすごい好き、私個人的にはすごい好きな曲なので、だからなんかそう R って書きました。沖さんはこうあの K とか、私工藤だから K にしたかったけど R が好きなので 3R だし、だから R にしました。そうそうなんです。あ、残念なことに差し入れ食べれなくてなかった私か、気づいたらなかった。お江戸さんレインボースターありがとう。そうなんですよ、だからすごい、やばい、ぴゃちゃんが大久野島行きたいって怒ってるってコメントがたびたび流れて今日の帰りも怒られましたいい、まいって、あ、サバドラ猫さんありがとう。小森すごい好きな曲だったの、独り言だからすごいできて嬉しかった。そう、あ、くまっぴーさんお疲れありがとう。そう、これは暗闇に R 書きました。でもちゃんと筆記体で書いたから、ズンズンって帰ろうって思うって、もう何も何も羨ましくなんかない、一人ごとではなくて大きな声で僕は叫ぶ、僕の夢はもっと近くにある。で、ヘタレたちを盛り上がってミホと絡めたんですよ、ハート作って、それが嬉しかったな。 MC うまかった。いや、私すごい反省してて嬉しい。話題振りも盛り上げも上手、頭の回転が早い、賢い感じがした。あ、すいません、映像が見られました。嬉しい。私はすごいなんかMC もっとなんか下手くそ、なんかもうちょっとできることもあったなって反省してます。でもなんかバタバタしてて MC、 あの、だからみんなともっと話したかったなって思う。なんか準備、みんなと準備もうちょっとできたんじゃないかなって。そう、私だけじゃ、私も個人としても、うん、反省するところもあるし、みんなともっとうまくできるところがあっただろうなと思うと、ちょっと
すごい。でもありがとう、褒めていただけて。やっちゃんかわいい、ありがとう。嬉しい、2期生のことをいっぱい好きになってください。あの回しとかもうほんと決めてなくて、みほと私が回すみたいな、そんな感じだったんです。でもすごい2人で、あの切磋琢磨の踏んできたのがすごいよかったし、誰一人喋れないっていう状況もできな、そのなかったから、それはすごい自分を褒めてあげたいそう、あ、アフタートークもありがとうございます。そう、私多分に1年前とか2年前とか3、あの前私はとにかく出しゃばろうみたいな、出しゃばりこちだったから、そう出しゃばりたいから自分が話したいことばっか話してみたいな、そう なるところだったけど、なんかもう学んだので、3年間でいろんな人に話を振ってその子の良さを出すみたいな、それを学んだので、今回もそれできたのがすごい私的にあるし、ちょっと自分を褒めてあげたいやー良かったです。そう、ありがとうございます、褒めていただけて。成長かもしれない、ありがとうございます。記念撮影してもありがとうございます。みんな本当に褒めていただけて嬉しいわですごいあの汗かいてボロボロだと思うけど、亀子さん私の写真撮ってくれてありがとう。今ひたれたちをまで来た、花は誰のものはもう本当に表情で訴えかける感じ、金子さんもないから思ったまんまの感情を出しました。そう、なんか金子さんがいたら多分この表情をしてそこを取られたら事故らないかなみたいな不安になるけど、あのちょっと花は誰のものは思ったまんまの感情を表現、歌に乗せる。しました。初めて見たライブめちゃくちゃ最高、ありがとうございます、嬉しいです。届いてましたか、配信の方にも。すごい私配信カメラすごいいっぱいアピールしました。映ってたのかな、わかんないけど、でもいっぱいアピールした端っこに来た時とか、カメラさんすごい多分映してくださったかもしれない、映ったかな。そして花は誰のものが終わり、本編は終了。そして STU 推し2期生バージョン、イエーイ2期生バージョン、2期生バージョンね、すごい盛り上がりました。写真撮ってくれたかなみんな。そう、すごい、ごめんなさい、めーめー、できて嬉しかった。先輩方がやってるのを見てすごいあの羨ましくて、2期生でもいつかしたいなって思ったんですよ。だからそう、にゃ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 、そうできてすごい嬉しかった。おはっこりして、あの得意のこの Y 字バランスもできたの、すごい良かった亀子さんにどんな感じで撮られちゃうのかすごい楽しみそう、それであのいっぱい撮れて、あの撮ってもらえて嬉しかった。へぇへぇロクサーたまーあー、ありがとう、え、ありがとう、ありがとうね、本当に S 席当たったのも天才さすがだよ、ありがとう。なんかロクさんなんだっけ、マイカーとさハロウィンが当たんなかったんだよね、ハロウィンカラオケが。だからここでちょっといっぱいロクさんとお互いチャージできたの嬉しかった
ありがとう。あのメモに書いとくね。ちょっとスマホ取り出してごめんなさい。使用スマホ。タワーの上。わっ、すごい。あのマネージャーさんの写真が来て泣ける。あ、すいません、ロクさんのこと、たくさんのことメモに書いて、いい写真うん、ツイッター見たくなる症候群に今駆られてる、やばい。カメコ STU 見てもいい？あ、私乗ってるか。いや、みんなが良すぎる。リコチいいわってぼやきながら、表情いいって私褒めてもらえるのすごい嬉しい。私結構凛々しい表情するの好きなんですよ。え、指先まで丁寧に踊ってるって書いてもらえるの嬉しいな。これは確かにもう指先よ。いや、ちょっとみんなと話せるところを時大切にしよう。あ、ありがとう。あ、シロさんもかぼちゃありがとう。かぼちゃありがとう。嬉しい。ありがとうね。見つけたよ、私は。見つけたからね。ありがとうございます。耳が聞こえなくなるのは、パシェに聞いてください。パシェに聞いてください。パシェも努力をして耳が聞こえなくなった仲間なので。そう。あ、新幹線降りて電波良くなった。あー、ギリギリ遠征してくれる。そうだよね、ありがとね。本当にギリッギリな、ギリッギリな時間だよ。本当にありがとね。あ、2期生コンサートありがとう。こっち星投げたありがとう。幸せになれる、ありがとう。もうすごいSTU 推しはすごいね、嬉しかったな。そしてペダルも夢力も、あ、盛り上がりましたね。まあ、ちょっとハプニングって感じでテンション上がってハプニングしちゃったんですけど、そして最後は船から降りた僕たちは、あれは本当になんかこれから頑張っていこうみたいな人が最後にね、あのそれで終わるっていうことで、これから頑張っていくぞって2期生が世代的にもこれから中心にな、 ST48 の中心になっていく世代なので、これから私たち頑張っていきます、ついてきてくださいという覚悟、なんか決意というか、そういうのを皆さんに曲で伝えられたかなと思います。ニヤニヤしながら1時間かけて歩いて帰った。歩いて強すぎるでしょ、もう余韻やばいや本当にあの遠征してくださった方もこうやって新幹線でね、新幹線の終電間に合うよかった、あの本当来てくれて本当にありがとうございます。あの遠征遠いところから来てくださった方は、あの本当終電が間に合わないってなってお見送りね参加できない方もきっといたと思うんですよ。そういう方も本当にありがとうございますし、あの遠くから来てくださったり本当にありがとうございます。クマッピーさん、かぼちゃありがとう。カミリアケイさん、ファイト、ありがとう。ロクさん、本当に初タワーありがとう。ありがとうございます。嬉しい、本当に。押してくれて、見つけてくれてありがとう。
礼はまたしますね。ありがとう。 SD は本当好調ですよ。何の曲が一番、いや全部ねできてよかったけど、私は結構独り言がすごい好きでした。あー、あとキリギリス人かな。よし、カメコを見よう。あ、そこまで撮れるの、すごいねカメラって。ここまで撮れるのすごいね。あ、違う。残念少女見かけとは違うのよ。いける、ウインクの仕方ウケる。私、え、天才かカメラマン。キリギリス人よかった。何回目ウケる、ほんと何回目、ほんと何回目。私のツッコミ、強めなツッコミです。いやー、みんなあのさ、あせっかキリコちゃんをさ、こんなにも可愛く撮ってくれる天才。撮れ、田園が広がる、ちょ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 、一人事で語るくらいならば。いやー、みんなありがとう、出会ってくれてありがとうな。天才カメラマンおる。リコチ、リコチ、リコチ、あせっかきリコちゃんをこんなにも可愛く撮ってくれる天才。止まれ、メールとかも読んでる今。え、私、マジで私のカメ子さん天才だわ、ありがとう。メンバーのも見てる。クエスチョン、うわー天才。キリギリス人の足首、足ばくびでした。カメラマンさん天才。リコチバレーしたことないの、被写体が良いって言ってくれるた。いや私ほんと汗かいてブサイクだったよ。リコチが STU に行ってくれて、リコチの子見つけられてよかったって言ってくれる、嬉しい、ありがとう見つけてくれて。ドヒロシアイスありがとう。リコちゃんに会いたくなっちゃった。会いに来てね、いつでも来ていいよ。カメリアケイさんファイト、ありがとうね。カメ子さんにすごい可愛く撮ってもらえたのがすごい嬉しい。いや、カメ子さん天才だわ本当に。なんか私のことをさ、きっと好きだからこんなに可愛く撮れる、可愛く撮れる
キラキラしてましたか。今見てる、はあ、儚くも美しく夜はまだまだこれからだ。うっ、めっちゃいい写真。2期生いくぞー。あー、え、結構ダンス揃ってる。儚くも美しく、うわ、私大癖やん、ダンス大癖って言い方も臭い。大癖やん、私本当に。でもすごい大癖ダンス、大癖ダンサーです。あ、ごめんなさい、今すっごいプライベート、カメコ STU が良すぎて、みんなが可愛い。ももちゃんとかめっちゃ可愛い、みほとかマジ天才だし、りんことかぴゃちゃんとかさこちゃんとか、いや、ももちゃんが可愛すぎる。みほってほんと天才、サラピとかもめっちゃ天才。私に表情を褒めてくれるなんて優しいね。いっぱいカメコ STU、 もっともっと載せてください。いや、なっちゃんっていいね、イケメン、イケメン、は、イケメンちゃん、イケメンなっちゃう。汗かいて可愛くないかな、大丈夫？これさっきのキラキラメイクですか？そうだよね、アクセサリー。お、美脚でした？私、私ブーツだったから太ももしか見えてなかったから、なんか、まあ、大丈夫かなと思ってたんですよ。ごめんなさい、膝とかが、いや、痛い、めっちゃ痛い、痛い、これ痛すぎて、もう膝つくとき私死ぬだった。痛い、これ、本当に痛い、頑張って、ハート型、ハート型、表情褒めてくれ、いや本当にハート型ない、痛い、ハート型なの、可愛すぎるやろ。これが痛くて膝つく、あのね、リセットと鼻だれで膝をつくあったんです。りょうたくんかわいいありがとう、よしよしハート型なの、かわいい。あのリセットと鼻だれで膝をつくんですよ、痛い、痛いよ。よし、メールのための写真を撮りましょう。ハート型のあざってめっちゃ可愛い。めっちゃ可愛い。私のあざハート型。こっちとかちょっとできた。伝わらん。ピエン。結構すごい。痛かった。
張ってるおかしい。もう頑張ったな。これに関して本当にあの膝つけないってぐらい痛かってリハーサルで甘えが出てしまってリハーサル膝つけなかったぐらい痛かったし、でも痛そうでしょ。ハート型かわいい。でもすごいかわいいのでオッケーだね。プロテクター確かに、いやそんな甘えらんないよ。これが頑張った証ですね。そうだね。でもまたすぐ治るでしょ。そうそう、勲章。そう、いやもうレッスンここ5日間ずっと膝痛かった。でもさ甘えらんないし頑張りました。お腹空いてる。ちょっと持って帰ってきたものちょっとしか食べれず、結局食べず配信してる。やっぱちょっと配信の時間、配信をね優先したかった。この熱が冷めないうちに。なんかもし私の仮面子さん天才カメコ STU が良すぎんかって言っちゃうねん。私は本当に何でしょう、できてよかった。残念勝負。ごめんなさい、ありがとう、配信できてよかった。あーお腹空いてる。全然、みんな配信見てくれてありがとう。パイナップルがね、そう食べたいんですよ。パイナップル食べたい気持ち。でも今日すごいたくさん反省するところもたくさんあったので、そこはすごいちょっと、いやっていうか反省するべきところしかないので、そこは反省しつつこれからももっともっと頑張っていこうって思います。ありがとう。でね、私いやさ、甘いもの食べ、そんな余韻に浸ってる場合じゃないんですよ。実は次はマイカー公演頑張らねば、そう次に進むんです。次に進むのです。私は次に進みます。なのでこれからもよろしくお願いします。他にみんな何か聞きたいことはあるかな。すいません、あくびの仕方がやばかったかも今。パイナップルを食べた。
そう、身体性マイカーで私も やることは、うん、新幹線マイカーです。身体性マイカー。そう、ほのたんさんが私たちに残してくれたマイカー。 PPAP 食べたい。めっちゃ PPAP 食べたい。ペンパイナッポはポーペンが食べたい。明日の朝ごはん決めた。私今そう、酸味欲してる。そう、疲れた時って酸味欲しい。梅干しとか食べて。え、あのね私の明日朝ごはんね、決めたよ。もうあのね、私ヨーグルトを食べきっちゃったので、明日は卵と玉ねぎときのことほうれん草とネギのお味噌汁にする。そう、お味噌汁、うん、クエン酸欲しい。パイナップル食べた。なんで一心伝心してるね。私が食べたいのを食べてる。あくびすげえ恥ずかしい。今足、今ね股関節、ま、股関節ストレッチ中だから。私二人少量だからね、重要でしょ。お味噌汁が食べたい。え、そうしよう。今ね冷蔵庫かそってるから、冷蔵庫なので。そう、今ストレッチ中ですよ。私見えないところで実はストレッチしてました。リンゴとバナナ動物園。いいね、良すぎるでしょ。納豆ご飯も食べたいけど、と考え中。もう私、ダイエット、皆さんどう思いますか。私ってもうダイエットしでもな、しなくていいわけではない。でも今をキープできたらそれでいいですよね。枕もなぜアリザもうダイってちょっと悩んでる。なん、別に私ダイエット苦痛ではないし、なんか生きてて嬉しい。今現状維持でいいですかね。今のところは、今のところは現状維持。ははは、このソファーで寝てます。寝落ちする、いつも。そう、細くなりすぎな。え、私みんなにねびっくりすることを言いたいけど、あ、ごめんなさい、目ん玉すごいほじくり回して、びっくりすることを言いたいけどちょっとセンシティブなことなので言えないけど、めっちゃね多分みんなびっくりすると思う。え、リコチみたいな、え、リコチってなると思う。十分かわいい、ありがとう。今の状態で十分と思う。十分結果出てる、ありがとう、優しい。ありがとう。そう、13歳。あ、いいか、これちょっと隙間空いてる。ちょっと、そう、私ほっぺのお肉が、あ、そうだ、私たちは筋トレ仲間じゃん、みんな。そうだ、食べて筋トレするんだ。そうしよう、ありがとうの感じがめっちゃ可愛い。みんなありがとう。これ写真撮って明日とおはようメールにしよう。
今写真撮るみんなが肯定してくれるのでありがとう。写真撮ってみーさんのが入る時点で相当細いって、うーん、ありがとう。みんなも筋トレするでしょ、だって筋トレ仲間じゃん。え、でもリアルに今日の朝体重測った時、あの人生のマックス体重から10キロ減った。それはちょっと自慢したい。でもさ、なんか努力は見せないのが一番かっこいいから、ちょっとかっこ悪い、ダサダサだけど、ちょっとこんなこと報告、でも頑張ってよかったなって思います。ボイトレしてます。ボイトレも頑張って、筋トレしような、いっぱい頑張る。頑張ってます、頑張っていっぱい褒めてください。これからじゃあ現状維持でいきたいと思います。うん、ありがとう。なんか細くて見つけられなかったって言えるの、言ってもらえるのはすごい嬉しい。ハンドグリップパール、そうしよう。めっちゃ引きはすごい嬉しい。5周年の時に比べたら3キロ落とせた。でもこれでさ、リバウンドしたらみっともないから、キープできるように頑張る。撮った写真ありがとう。きっとさ1万枚ぐらい撮ってくれたんだろうな。しかもカメラってさ、すごいお高いものだし、なんか重たいものだし、それをですごいたくさんね写真撮ってくれたのもすごい嬉しい。お願いマッソー、めっちゃモテたい。今どんな体勢か今こんな感じねんね中です。レンズとか高いんでしょ、重たいんでしょ、すごく。それなのにさ、いっぱい写真撮ってくれてありがとう。やっちゃん、ありがとう。コウモリ、リコチを撮りたいからって、今日は好きなだけ食べてもええか。何食べよう明日ハンバーガーとかピザとかさ、韓国チキンとかさ、チーズハットクとか、アイスも食べたいし、パフェ、この前クレープを街で見かけて食べたいってなった。 あとはたい焼き、めっちゃたい焼きが食べたい。周防大島のたい焼きが美味しすぎて、あ、私ダイエットしなきゃ。急に思い出した、熱血テレビスタジオに行けるので、ウスターパイナップル味噌汁や。あれ？みんなのね見てるんだ。みんなが写真撮って、私
の専属カメラマンさん多くて、どれ焼きはどこから食べるか、どら焼きはどら焼きはね、背びれから食べるんだ。え？なんか私の名前トレンド入りした？私ハッシュタグ工藤理子トレンド入りしてるらしいけど、何事？ハッシュタグ工藤理子がトレン、あの音楽の方でトレンド入りしたらしいけど、どうした？嬉しい。なんでありがとう。あのね、体液私背びれから行く派です。え、嬉しい。なんで足がしびれてる。うん、それもなんで。え、なんで嬉しい。トレンド入り、リコチ TL に流れてくるリコチが可愛いとか言ってくれ。いや、私のファンの方がすごいたくさんいい写真を撮ったの、載せてくださって、Then on the side. Then and side. 背びれから食べます私。ああ嬉しい。私の写真をいっぱいあげてくださってるからだ。これはちょっとツイートしちゃう。トレンドに名前、え、マジ？なんで私のトレンドには載ってない。どうしたらわかる？リコチってね、なんか調べたら出てきた。いや、私のファンの方がいっぱい載せてくれてるからだよ。ありがとう。みんなを確認しつつ、左腕が、Trending in music。それスクショしてごめんなさい、スクショして送って、でこっちメールで、私見つけられないんだもん。うわ、いい写真を撮ってくださるなあ、あなた。いい写真撮ってくださるな。ちゃんと
街へ帰ろうって思う、もう何も、もう、あ、ごめん、ありがとう、いっぱい乗せてくれて本当にありがとう。うわ、たっきゅーん頑張った、ありがとう、ありがとうありがとう、ありがとう。たっきゅん結婚して、え、べーしあー、みんなありがとうな。いや、みんなも頑張ってんだぜ、エンターテインメント、てる、オイラ、いや、マジでみんな本当にありがとう。そうさ、俺たちはギリギリ寿司お、マジで嬉しい、トレンド入りしましたとか、みんなのおかげでトレンド入りしましたって、ちょっとこのさ、あの画像をお借りしますね、いいかな、お借りします。結婚、結婚式、はるるんさん、バラありがとう、ごめんなさい、こんなだるだるな配信をしちゃって、だってもう疲れちゃって、いやー、眠眠眠眠眠なんです、操作を終えた、じゃあキルキルス、こんなところの写真、写真じゃ、風景を見せて、恥ずかしいな、え、もうブレてても乗せてください、ありがとう、いやー嬉しいよ、シャボン玉飛ばしてほしい、確かにレンズ越しに目が合う、推しに来い、10秒だけやってみ、みんなに見えないところにいた、ごめん、リロードしてもうたってごめん、カメリアケイさんお疲れ、ありがとう、スピードバードさんありがとう、コウモリ、トモトモさんありがとう、花束、え、配信見てくれてありがとう、え、トレンド入りありがとうっていうね、カメコさんの写真全部見てますー言うて、あ、やばい、下の心臓とかいいやん、ちょっとひどいよこの
こんないいことされなきゃいけないの。おこっこり。手がしびれる。背びれ。すみません。わっ、シロさんありがとう。さつまいもケーキありがとうございます。いただきますいただいちゃおう。48カメコさん天才。カメコ STU 見ていますってありがとう、教えてくれて。あとツイートしようと思って、あのマネージャーさんにツイート確認してもらってます。やっちゃんありがとう、ありがとうございます。ありがとう。たくさんの方に見つかれってリコチメールしてくれてありがとう。そうさ俺たちはキリギリスし、マジカメコ STU が天才。ツイートね、そう確認しまって。いや、 やっぱなんか努力してよかったなと思います。皆さん亀子さんのやつ見て、リンコお団子かわいい。この美穂天才。このアーナ天才。
ゆきさんって綺麗だよね。おててが、おててが、さあ天才だよ。佐々木舞香さんみたいな感じ。ねえ全部にいいねしたいぐらい。ごめん、ノースリーブスさん極めたいですよ。ねむねむ。ソラナルさんありがとう。やっちゃんかわいい、ありがとう。デシチさんお疲れ様です。ああ師匠デシチです。チコはここだよ。眠いよ。う眠いよ。ダメだよ、あのシーンもダメです。鼻の穴が見えるからこうやって隠す。あ眠たいと言って配信は終わりませんよ。みんなと、んーなんか聞きたいことありますか。うん、さやかりんのショートどう。う私あのレッスン場に入って、私やばいってなった。本当にえかわいい、あのなんだこのポーズ、あのね天才だと思った。あのアニメのヒロイン感がもういつにも、いつもヒロインなんですよ。でも特にヒロインでイエーイ、あの原田さん最高、原田さん最高ってなりました。髪の毛切ってすごいスッキリしてたし、なんか本人もなんか髪の毛切ってなんかいい、スッキリした気持ちらしいので、うん、だからそこはすごい、いや天才だよって。可愛かった、本当に似合うよね。ラビのキスを奪った感想は、あれ本当は強引にちょっとしてみた。でも当てるつもりなかったんです。カミリアケイさん似合う、ありがとう。僕のこの髪型は、僕のこの髪型は似合ってますか。サラピ、あれはあの事故です、事故中です、事故中。振り子ちマイク持ってるとそう、多分ね小指無意識のうちに立ってるっていうか、あの手マイクを私こうやって持ってるんです。私マイク持つ時の癖があって、喋り方やばいね。あの私ちょっと待ってください。マイク持つ時癖があって、あのこうやっちゃうんですよ。こうマイクを持つ癖があって、そうなんです、こう動くんですよ。そして
でたまにこうなったり、こうなる時もある。多分亀子さんの写真を見て自己中で行こう。磯勝爺さんありがとう。カメリア圭さん似合う、ありがとう、嬉しい。そう、落とさないか心配。確かに。でも落ちたことはないというか、そう気づいたらこうなってて、まあ、そういう。でもなんかこれ、うん、直した方がいい癖だけど、多分なんか個性でもあるから。おばっちゃさんありがとう。だからこうやって持っちゃう。でもほら、でも落ちない、落ちない、ほらほら落ちないから大丈夫。なんで今私下出したの。だけにリコーダーたー、あ、うー、タバチさんありがとう。コウモリすごい跳ねてた。先輩ちょっかいされて、原田先輩お仕置きされておりました。ちょっかい女でした。風に揺れるひまわりは太陽に向かい咲いている。果てしないあの青空に両手伸ばしているんだ。解決した。いやマイクの持ち方ね、ほんと私癖あるよね。大癖だよね、ほんと癖祭りなんですよ。せーの、あなたは今日でリコチヨシホラエスティ、おはこり。あなたは今日でリコチヨシホラエスティ、おはこり。え、見てる、カメコ STU めっちゃ見てる今。おはこり、あなたは今日でリコチヨシホラエスティ、おはこり。あなたは今日でリコチヨシホラエスティ、おはこり。おはにょん、間違えた。え、ねえ私今めっちゃカメコ STU 見てるよ、ありがとう。私のファンの方はさ天才なのか、全部にさ工藤莉子ちゃんですってさ載せてくでさ、莉子ちこと工藤莉子ちゃんは天才、本当にだって天才。え、私この写真めっちゃ好き、ツイートしよう。いいね、いいね、ごいいねするところだった、危ない。
触れててもどんな写真嬉しい。イヤリングがさ耳にからこうなってんのウケる。そうさ俺たちはキリギリス人。私なんかもめっちゃ見てる。私めっちゃ見てる。素敵ちゃんだったよ。メールの返信も読んでる。国体公演したいね。カメコありですよえ、カメコさんが天才すぎて、いやほんと天才。私でタレ目だな誰か一人を応援して行くぞ。え、カメコさんありがとう。私もうずっと見てられる。カメコさんの写真、カメコさん主演者天才。みんなと話せる時間を大切に。カメコ STU、カメコさんこれからも私のこといっぱい撮ってね。ワッキーさんハートありがとう。ね、写真良すぎよ。あー今からお味噌汁飲みたい今からお味噌汁飲みたいぐらいお腹空いてる。なんかお味噌汁っていいんですって。ダンスの先生もすごい。みんなお味噌汁飲もうや。これから急にお味噌汁を押し始める。私おやきさんハートありがとう。髪の毛ほどこうかな。だらだらと私配信してるけど大丈夫。みんななんかいますか。みんなどこにいますか。髪の毛ほどいたらきっと私はついに三つ編みだと。え、ボヤッキーさんハートありがとう。ちょっと遅かったかな。 言ったっけ。ケンタッキーさんありがとう。私はピン何本入れてもらってたんだ。1、2。
ちーさんもありがとう。始れない。そう、1,2,3,4,5。カメコアップ中、最高、ありがとうございます。え、カメコ STU を見ながらお弁当を食べます。私は6,7寄ってきてくれるのか。天才カメコさんに恵まれてる。8、カメコさんこんなにもたくさん私のこと撮ってくれる、恵まれてますね私って。ほんと1,2,3,4,5,6,7,8,9あと1本で10。イエーイ、タッキューめっちゃ可愛い、ありがとう。可愛い、ありがとう。みんなが可愛く育ててくれてるんだよ、アイドルリコチを。可愛く産んでくれたママに感謝、そしてアイドルリコチを可愛く育ててくれてるみんなにも感謝。なぜなら可愛くなりたいのはみんながいるからだよ。みんなのために可愛くなりたい私は。うん、うわ取れた。あ、私ほどいたらこうなります。あ、コンサートありがとう。タワーの俺待ってて、するから。うん、ほどいたらこうなりました。ピンいないね。おお、天才並み、天才的な三つ編みだな。あのメイクさんが二人がかりで10分くらいでやってくださって、うん、急遽なんか髪型を直す、髪を直すことになりやってくださったんですよ。いいことに、本当ありがたい。でも私今日のコンサートは本当に頑張ってたから、ちょっと頑張りたくて本当に頑張りたくて、そうこだわりを持ってこの髪型を選んだんです。だからそれを貫けてよかった。え、天才だよ、マジで天才ゴリ。あ、え、あ、ナルリンのおバカさん、なんかまた新しいと、ありがとう。何これ、速攻お風呂行ってきます。タワーのお礼できてないのにありがとう。え、なんで、ありがとう。ありがとう、台本通りハッピーエンド。ほんとそれ怖かった、本当に台本にハッピーエンドって書いて、ハッピーエンド、ハッピーエンドじゃないこともある。